フランスの若手が出てまいりました。ご覧のように17歳。そうですね、フランス期待の星ですよね。そうですね、はい、はい、使います曲はアメリカン、失礼、メキシカンハットですね。はい、はい、失礼しました。この人も4回転を入れたコンビネーションジャンプでエレメントをスタートします。4回転、トーと2回転トーですね。そうですね、はい、でもいいコンビネーションでしたよ、はい、最初のファーストジャンプが非常に綺麗でしたね、はい、サーキュラーステップシークエンスです。若いのでちょっと荒いかもしれないがしっかりした滑りですよね。降りてダブルスルーしてしまいます。減点にはならないんですが、はい、の基礎点から少し引っ張られることになると思います。そうですね、はい、音楽によくマッチしてますよね。迫力がある感じですね。これがマッチングステップからのトリプルフリップですが、よく上がってましたね。これが最後の8つ目のエレメント、スピンコンビネーションです。はい、早いですね。17歳、何かこう、はしきれるような正気を感じますね。そうですね、はい、早かったですよね。それと、ごめんなさい、トリプルアクセルの後のダブルスリーがちょっともったいない感じですね。そうでしたね、ここまでやれるとね、はい、ソルトレークオリンピックでは14位でしたが、今年の今シーズンのヨーロッパ選手権で3位。そうですね、この時にも若手、フランスの期待の星と言われたんですね。そうですね、ソルトレークはちょっと調子が悪かったみたいでジャンプのミスが多かったんですよ。そうですか、はいはい、でも今回は頑張りましたよね、とても良かったと思いますよ。予選の B 組で中国の李成功と一緒に滑ったんですが、はいはい、李成功よりも上に判定したジャッジが2人もいましたから。そうですね、はい、今4回転のトーとダブルトーのコンビネーション、はい、最初の4回転はとっても高くて良かったですよね、はい、これはダブル、あ、トリプルアクセルです。3回半回ってたんですけどちょっとフリーが引くのが遅れてダブルスリーになってしまいましたが、はい、ちょっともったいなかったですね。そうですね、はい、ミスといえばこの一つぐらいですかね。そうですね、はい、これはコネクあ、まあ、ストレートラインステップシークエンスですね、はいはい、明るい感じで良かったですよね、何か本当にね弾けるような若さが出てましたね、はい、このあたりもアメリカのサボイと同じようにスピンのこう形状といいますかね、はい、とても工夫されて、はい、早いですよね、彼はピッチがね、スピンが早いですね、はい、からしっかりしたスケーティングも、スケーティングもすごくしっかりしてましたしね、将来上手になるんですよね。今年は国内選手権で3位に入ったばかりではなくてヨーロッパ選手権でも堂々3位という、オリンピック代表の座を射止めました17歳のフランスの、ジュベールです。得点を見てみましょう、はい、監督からポンと叩かれましたが 5.1 から 5.6 が出ましたね。そうですね、はい、
返す台数もあのトリプルアクセルの降りた後の、くるりがなければもうちょっと良かったんでしょうが、はい、セカンドマークチャオ、サシャ、クロエ、ナタリー、 5.5 が最高ですか。ちょっと抑えられましたが、1位をつけたジャッジが2人おりまして、現在ランクは第2位、カナダのジェフリーバトルに続いて第2位という、なかなかこれは高評価ですね。そうですね、はい、